97式 5cm7 戦車砲とは、大日本帝国陸軍が1937年に開発した合計 57mm の戦車砲。97式中戦車の手法として使用された。97式 5cm7 戦車砲本砲は89式中戦車に搭載された90式 5cm7 戦車砲の後継として、 機能及び高端性を向上することを目的として1936年9月2日付陸密第834号により陸軍技術本部第一部の研究方針に追加された。戦車搭載用火砲として示された主要設計条件は以下のようなものであった。以上の項目については括弧でくくって、 90式 5cm7 戦車砲と同一と、スルも機能及び高端性を向上する胸の正しがきが付されている。以上に項目については、90式 5cm7 戦車砲に比して、方針五座長は短縮され、方針重量については増加している。これらの設計方針に基づき1936年9月、設計着手し、同年11月には、 陸軍造兵省大阪工渉に対し施政注文が行われた。施政法は翌1937年3月竣行し、同月大阪工渉及び大津川車場で第1回試験を実施して所要の修正を施した。同年5月には同車場で第2回試験を実施し、試験射撃台場及び戦車場での初機能を検査した。同年7月には、 姿勢戦車に搭載し、富士裾野において、戦車場での射撃機能の試験、さらに同月大津川車場において、射撃試験を行い、機能良好であると確認された。1937年8月には、姿勢戦車とともに、陸軍戦車学校に実用試験を委託し、長野県有明演習場及び、富津車場において、試験を実施した結果、 姿勢 5cm7 戦車法は従来不備と接種箇所に対しおおむね適当に回収せられ実用価値を向上せし者と任務と判決を得た。以上の試験経過を経て得た本法の決定所言は以下のようなものであった。以上の結果を総合し本法は正式兵器として実用にし得ると認め、また本法の整備が急を要するものであることから、 仮正式制定を1937年12月18日に上進した。本砲の性能は90式 5cm7 戦車砲と同様であるが、機能、高弾性を向上しミサオ用に瓶ならしむものとされた。砲身は単肉組艦と褒美体からなる。ミカン内空の軽視は90式 5cm7 戦車砲と同一とされた。閉鎖機は垂直自動車戦式である。 ゆらかは、水圧中大気と、バネまたザキを並列収容する、構成体で、上面両側には全長にわたって順量を形成し、方針を搭載する。ゆらかの方塔外露出部分には、防弾鋼板製の人を施し、ゆらかを保護した。これは戦訓による改良と思われる。後端には順番、底ただし、小順具、片当て、薬教授等を装着する。 方がは固い及び方が中ただしからなる。方が中ただしは特殊中高性の箱形態で左右両室に分かれ、右側は順量を成形して、揺らかをはめ込む形で装着し、方針と揺らかの装着部となり、左側は小順眼鏡用の穴を持ち、ここにメガネ鋼外を装着する。中ただしの上下面には、方針の軸線上に垂直数軸鋼をうがち、 この数軸によって、揺らか、方針と,とともに、方向旋回を行う。かいは、方が中ただしを収容する、箱型の構造で、上下面の垂直数軸によって、方が中ただしの方向旋回を許容し、外側に方耳を有し、方頭の方耳室に装着され、方針溶化合成体とと,ともに、不要運動を行う。小順具は、 揺らか左側のメガネタクカに装着された。重量は方針及び砲尾 75kg、装着品を含めた揺らか 46kg、方が 28kg の合計約 150kg であった。本方の弾薬刀は90式 5cm7、戦車砲と同一とされた。なお、両方同一の鉄鋼弾として、92式、鉄鋼弾以外に、1式鉄鋼弾が、 また90式戦車法用としては不明だが、本法用として3式戦交榴弾が存在する。本法の榴弾威力は、90式榴弾の場合で、弾頭削薬量 250g、92式鉄鋼弾でも、弾頭削薬量 103g と多く、鉄鋼弾であっても、榴弾威力を重視した設計となっていた。 これらは同時期採用された91式手榴弾の2倍弱4倍強程度の作薬量であった。本法の鉄鋼弾の貫鉄能力は同じ弾薬を共有した90式 5cm7 戦車砲とほぼ同程度と思われる。90式 5cm7 戦車砲によるニセコ鋼板に対する姿勢鉄鋼弾を用いた試験では射距離 45m で 30.4mm。 350メートルで25.7ミ、mm、リメートル、1400メートルで20.5ミ、mm、リメートル、1800メートルで17.5ミ、mm、リメートルであった。なお、本法に限らず、日本陸軍の対戦車法全般に対し、貫鉄能力の低さについて、当時の日本の夜勤技術の低さゆえに、弾頭強度が低くて、高弾の貫鉄能力が劣っていたとの指摘がある。 弾頭の強度が低かったのは事実であるが、90式 5cm7 戦車砲と97式 5cm7 戦車砲の92式鉄鋼弾や、94式 37mm 戦車砲と94式 37mm 砲の94式鉄鋼弾など、これらに主に使用された鉄鋼弾の場合は、玉柄を薄くし、内部に比較的大量の作薬を有する。 鉄鋼榴弾であり、厚い装甲板に対しては、構造的な強度不足が生じていたことが原因として挙げられる。とはいえ、これらも、正式制定当時の想定的に対しては十分な貫通性能を持っていた。後に開発された一式鉄鋼弾では、貫鉄力改善のために弾柄が厚くなっている。諸外国の例として、アメリカの M337mm 砲の 鉄鋼弾である APM74 ショットは砲弾の中心まで無垢の更新であり構造的な強度上では砲弾の中心に作薬がある 5cm7 戦車砲の92式鉄鋼弾や94式 37mm 砲の94式鉄鋼弾のような鉄鋼榴弾よりも有利であることがわかる大阪造兵賞 第一製造所の1942年10月末の下方製造完成数によれば、この時点での本法の製造数は1219問であった。また、1943年3月末における整備状況調査では、昭和17年度に216問製造している。原乙見製の改装によれば初速は、秒速350メートルから秒速420メートルに、 増大していたとされる。九十式五センチメートル七戦車砲に比して、薬質が拡大された、発射創薬が改善された等の説も、各種文献に参見される。ただし、現在公開されている一時資料からは、いずれの裏付けも得られないため、研究者には、この記述を疑う声もある。本法は完全弾薬等式であり、弾薬等については九十式五センチメートル七。 戦車砲と共通であった。89式中戦車及び97式中戦車を購入して使用していた海軍陸戦隊向けの資料では90式 5cm7 戦車砲として両者一括りで解説されている。ありがとうございます。